パスカル。突然の通信ですみません。話は聞きました。迷子を探してくださっているそうですね。私からもお願いします。どうか早く見つけてやってください。あれは姉思いのいい子なんです。おそらくあの子は砂漠地帯にいるかと思います。その付近にあの子の姉が必要としているパーツ、へこんだ金属板があるので。わかった。ありがとうございます。二人ともどうかお気をつけて。じゃあ、あとはこの子をパスカルの村まで連れていくだけ。でも、どうしてこんなところをさまよってたの？お姉さんのパーツ、探してたの。怖くて、動けない。ああ、泣かないで。それで、パーツは見つかったの？お姉さん、喜ぶかな？そうだね。けど君が無事に戻ったらもっと喜ぶと思うよ。せっ。どうして砂漠はできたの？降水量の減少のせいで植生が失われて、それに従って土壌が変化し。土壌って何？ああ、土壌っていうのは地面にある土のことだよ。土ってすごいんだね。それは気温や気圧の変化が、っていうか確かに風ってどこから吹いてくるんでしょうか。哲学的な問いでもありますね。ね、トゥビ。私に聞かない。それは、あ、いや、機械生命体もアンドロイドも子供は作ることはできなくて。子供はどうやって作るの？トゥビー。そんな声で言われても私は助けられない。うん、ね、子供は早く行こう。ほら、お姉さん待ってるよ。Thank you.
なんだかどっと疲れました。確かに